はい、皆さんこんにちは、もいけんです。今からね、SS、作っていきたいと思います。前回の動画、前回っていうかまあ、3つ、4つぐらい前かな。なんだっけ、アンケートガチャか。アンケートガチャで当たったモンスターっていうものをね、SS にしていきたいと思います。ね、さっきね、そういえばね、動画にする前にね、普通に勝手にやっちゃって、こいつ、ソードイド。勝手にちょっと作っちゃって、あ、しまったと思って、作った後に、せっかくなんでね、皆さんとシェアできればと思ったんですけど、ちょっとしくりましたね。先にやっちゃったと。はい、じゃあ、このブラッドナイト、レオコをね、ブラッドナイトにしたいと思います。そうですね、3ヶ月くらい前に SS を4つ作りますみたいな動画を作ったんですけど、まあ、その延長でね、せっかく SS できるんで、記念にね、作ろうかなと思います。こいつ結構使えるみたいですね、ソードイドね。まあ、なんだろ、3回攻撃もあるのかな ?2、3回攻撃あるみたいなのと、あとは煉獄斬りですよね。今ね、あれあるんですよ。炎の剣炎の剣あるんで、こいつにね、装備させて、あとはポイズンブレード覚えるんで、今回ね、ゲットした、バルバレーでしたっけ?新しく、昨日の動画でね、討伐することできたんですけど、こいつもね、ポイズンブレード覚えるんで、こいつをね、餌にして、レベル上げをしようかなと思います。バルバレーの食べ頃かか、レベルっていうのが35ぐらいなんですよね。35で、ハテナハテナ系なんだ。35ぐらい上げるとね、まあなんとかポイズンブレードを、もしかしたらプラス1がね、こいつにね、名前なんだっけ、ソードイドか。ソードイドの、ここですよね、ポイズンブレード。これにね、プラスがつかないかなと思ってね、楽しみにしてるんですけど、覚えるのは煉獄斬りと、まあ、ポイズンブレード、滅多斬り。まあ、結構使えそうですよね。で、これできればね、星2とか星3ぐらいね、みんな持ってるんで、まあ、それぐらいね、持っていきたいんですけど、それとは別でね、今日はこっちのね、レオコーンを育成していきたいと思います。こいつはね、一応ベホイミ覚えてんのかな?ベホイミまあ、覚えてますけど、なかなかね、SS でベホイミ使うっていうのは、まあ、回復系にね、担当してもらうような感じになると思うんで、こいつはね、ベホイミは多分もういらないと。つうか、この B の卵、キング卵論がもう、そこを尽きちゃいましたね。はい、じゃあ、まあ、この辺もね、虹ゴロンもそろそろ卵がなくなりそうですね。結構あんだけあって、昔、売ったことあるんじゃないかな。やっぱこの辺、あとね、究極転生今週3、4回回って、無事エンペラー取得できました。今までね、エンペラン取得結構大変だったんですけど、なんか、思ったより普通に落ちてね、すごい助かりましたね。なんか、2、3回でいけたんで、割とびっくりした感じですね。はい、では、こいつは、はやぶさ斬りなんだ。はやぶさ斬り、居合斬り。居合斬りはあれですよね、なんだっけ、属性がないんで、まんべんなく食らう。あんまり火力も高くないですけど、確実に、あれがないですね。吸収であったり、弱点とかが、ないんですけど、その分なんかいいみたいですけどね。じゃあ、稲妻斬り、覚えましょうかね。あとは、この中で言うとなんだろうなぁ。ザオラル、ラリフォーマ。あと一個、まあ、後日、転生、特技転生でなんか覚えさすって感じなんでしょうね。まあ、できれば素早さええんで、ピオリムあたり覚えたらいいのかなぁ。ハヤブサ斬り。居合斬り。まあ、ベホイミかな。ザオラル覚えてもな、しゃあないしな。はい、じゃあ、これでやっていきましょうかね。ベホイミじゃなくて、やっぱザオラルの方がいいか。もしかしてって時困りますもんね。まあ、まあ変えますけどね、このザオラルはね。はい、じゃあ、記念すべきブラッドナイト。ドラクエね、スーパーライトカフェ、渋谷にあるね、あの店でも赤いジュースをね、ブラッドナイトって呼んでましたもんね。だそれをね、ちょっと思い出しましたね。はい、じゃあ、黒騎士、レオコーン。レオコーンが登場したのはドラクエ9だったと思いますね。王様っていうかね、王のとこで。いや、なんか、初めてやられた、ドラクエ9で初めてやられたモンスターって多分、レオコーンじゃないかな。ねえ、なんか、そのまま行ったらやられちゃったっていう記憶があるんですけど。はい、ではね、今回はレオコーン。こいつ、まあ、闘技場でね、結構素早さが高いんで使えるみたいなんですよね。ってことで、今回はね、まあ、日々の育成だ、状態をね、皆さんはお知らせしようと。稲妻斬り、稲妻斬り覚えたんで、稲妻斬りってギラ系なんだ。
まあ、装備ね、どれにするかまだちょっと決めてないですけど、最近はこんな感じかな。どのパーティーがいいんですかね。こいつも成長するんで、ドルモアを覚えるし、確実にザオリクができる、執念みたいなやつを覚えますもんね。ってことで、まあ、その辺ね、どうやって組み合わせていくか楽しみなんですけど、まあ、今回ね、ブラッドナイト、記念のね、動画でした。ご視聴ありがとうございました。まあ、こいつをね、次は、しっかり育てて、またね、お知らせしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。